オリコンニュースをご覧いただきましてありがとうございます。万能たくみです。活動を広げようと思ったことってないんですけど、実は勝手にそうなってったんですよ。なんかまあ性格もあるんでしょうけど、人からこんなのやってくださいって言われたら、なんかノーは言えないですよね。そうだから、まあ俳優も始めたのも別に誰かに憧れて始めたわけじゃないですし、なんか体を動かそうと思ったら俳優になってたっていうぐらい でアーティストなんて僕ナンパされてアーティストを始めてますから。どういうことですか？はい、ギャラリーっていうか、なんか全然本当に知らないようなセレクトショップがあったんですよ。でそこに入った瞬間に、なんか女性に声かけられて、僕が作ったなんか革の腰巻きみたいなのがあったんですけど、私もそれ欲しいから作ってっていきなり言われて、そしたら その女性の方はそのお店のオーナーで、はい、で名刺交換してたら、あんたの作品いいから今度お店出すから起きなさいって言われて、いきなりその1ヶ月後ぐらいに僕の作品が渋谷の西武デパートに並ぶっていう、なんかそんなそういうなんか流れがずっと僕の人生の中で起きてるんですよ。で実業家って言いますけど、会社やってるだけで、はい、紆余曲折いろいろね芸能事務所行って、あこれできんだと、もうだったら自分でマネジメントしてしまった方が早いかなと思って、まあ何年前だ、5年ぐらい前かな、からっていう感じですね。最初始めた頃は、私ってどうなんだ、僕ってどうなんだ、どういうふうに見えてるんだろう、僕のオーラってエネルギーってなんだろうみたいなことを疑問に思われてる方がいらっしゃって、その方をこう絵にしていったら、なんか広がってったんですよ。あ俺も私も描いてほしいみたいなので、そしたら最初タダでやってたんですよ。まあいいよとかって、俺も暇だし描くよなんてやってたら、それが10人超え100人超えってなってたら、ちょっとさすがにちょっと無理だなと思って、ちょっとじゃ画材代だけちょうだいみたいなことになってったら、急にこの 2,3 年で描き始めてったら、まあなんか個展までやっちゃってみたいなですね。はい、アーティストとしての、まあ、才能が開花した状態だったんです。あ、ナイスナイス、そんなもんは才能なんてない。あ、そうですね。ちょうどなんかいいタイミングか分かんないですけど、最近ね、企業さんからこういうオフィスの壁とかを描いてくださいとかっていうオーダー、はい、まあ、ウォールアートですよね、を頼まれることとかも多いですし、まあ、最近某会社の新社屋に17メーター書いてきましたけど、とかっていうこともやってるし、まあ NFT もね、なんか始まってるし、あとはね、なんかこう世の中の人に何かを伝えたいってことは僕はないので、なんか使命感とかそういうやりがいとかっていうことは僕どっちでもいいんですよ。なんですけど、まあちょっと世界中の人たちを描いてみたいっていうのはあるかな。アート表現というよりも、なんか僕が動いてるところにアートが生まれていくっていうようなことが多分自然なんだと思うんですよ。これをやろうとかっていうのがどうも昔からなくてね。展示の見どころ選んだテーマがあるんですけど、天使みたいなのをちょっと描いてるんですけど、ちょっと天使ってなんだろうなとぼんやり思いながら、自分の力も使いながら描いてみたら、いやこれ結構ね面白かったんですよね。もう制作日数だけで1週間ぐらいで終わったのかな、20点ぐらい、19点か、見た方が見たように感じていただけるような作りになってると思うので、あとちょっとサプライズも用意してるんでね、はい、ちょっとね、その光らせたりとかっていうことのね、イベントもやろうかなと思ってるんで、昨日もね、搬入して光らせてみたら、搬入してる子たちが、まあ、白しか見てないわけですよ、裏側見てなかったんで、え、こうだったんですか、すげえ感動してくれて、はい、そうですね、やっぱね、初めて出会う時っていいんですよ。これからね、
旅が始まって、はい、まあ、最終的には一人の人を選んでっていうことの中で、もういろんなこと起きるじゃないですか。でその最初に本当ド緊張してるんですよみんな本当に。でそのド緊張してるんだけれども、前に一歩踏み出そうとするそのね姿を見た時にビリビリって僕ねやっぱ電気走るんですよね。あ、この人とこの人のために僕の、何ヶ月間をしっかり使ってサポートしていこうっていう気分になるんですよ。でその瞬間から僕は多分ちょっと人格が変わるかもしれないですね。そうですねっていうことになると思いますね。だからアーティストの一面とか、まあ、いっぱいあると思うんですけど、もう集中ここですっていうことになるんですよね、最後の瞬間まで。でまあ影響を受けたかっていうと、そういうことをスイッチ入れて、まあね、見守っていくわけじゃないですか。それがやっぱり2ヶ月3ヶ月と続きますから、人のことをね応援できるようになるんですよ。なんか人の喜びとかっていうことが自分のことのように思えるんですよ。っていうことって人間にとって結構素晴らしいことだと思うんですよ。僕我がこととして捉えて、幸せを感じてるんだな、彼らの幸せっていうのが僕の幸せになってるんだなっていうことは影響を受けてる部分かもしれませんね。はい、ゆっくり休んで緩ませたい。僕休みないんですよ。だと思います。一切の休みがなくて、で趣味とか持ったことがないんですよ。だけど周りを見てみるとみんなすごい楽しそうに海行ったりゴルフやったりしてるじゃないですか。俺もちょっとやってみようかなっていう感覚になってますね。今まで一切最近になって、はい、多分なんかまあ余裕が生まれてきたんでしょうね。なんかやりたいことがあったらわってもうやっちゃってるし、ちゃんと休みを取るっていうことをやってみたいですね。そうなので、すいませんね、後ろ向きかもしれないですけど、僕の中では結構前向きです。旅行とか行ったことないですから、旅行ってロケじゃないのみたいな。それ仕事だしだって、ね、だから旅行とかね行ってみたいなってこの年で思うようになりました。行きたい国とか思います。ああもう世界中回ってきましたからね。アフリカとか行ってみたいけど、今行ってみたいのは九州とか行ってみたいですね。高間ヶ原とかなんか神社巡りみたいなねとか行ってみたいですね。もうちょっと涼しくなったらね。このインタビューをご覧くださってどうもありがとうございます。坂東です。まあいろんな側面がある私でございますが、出会った時に普通に接していただければと思います。はい、ただの普通のおっさんでございます。なので特別視せずに手でも振ってください。僕も手を振り返します。皆さんのエネルギーを見せてください。お待ちしてます。